久野康成の毎日が有給休暇。本日の格言はこちら。平時ではリーダーは人の意見を聞き、有事では自分の意思に従え。どういう意味ですか？まあ、日頃は人、いろんな人のこう意見を聞いてもいいんですけど、決める時っていうのはそのリーダーの意思決定っていうのに従わなければいけません。私なんかねほとんどね人の話なんか聞かないの、知ってた、いつも有事だから会社は、まあこれで平時ってどういう意味かっていうと、戦略がうまくいっていて会社の成長期ね、特にあの成長期っていうのはどこに問題が出るかっていうと、その行動の社員の行動の生産性が問題になる。で生産性っていうのはもう人の気持ちにかなり依存するんで、そうするとね彼らが持ってるトラブルっていうのを聞いてあげないといけない、生産性高めるために。で戦略は有効な、で有事の時っていうのは基本的に戦略が無効になってる時、この時っていうのは、まあ、大きな意思決定としてはイノベーションとかね、リストラ、リストラやりますよって言ってさ、社員の意見なんか聞いたら何になるの、できるわけないじゃん、全員反対っていうふうに決まってるでしょ、じゃあやめようとかさ、思うじゃん。だからこういう大きな意思決定っていうのは社員の意見なんか聞いてたらね反対されるの。イノベーションだって社員の意見聞くと、いや今の仕事忙しいからとか、まあ、そういう話されちゃうわけよ。ということはこれはね聞いちゃいけない、で聞いちゃいけない時期と聞かなきゃいけない時期があるってことを知らないといけない。ここがねポイント。どん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 社長が忙しくなり、社長の時間が限界に来た時に、まあ、売り上げが成長がストップしてしまう。自分の今までやってたトップセールスの仕事を部下に任せて、自分のやってることを標準化させて仕組み化し、人に下に下ろしていくって仕事が必要なんですね。中小企業だから忙しい、忙しくしているから中小企業のままになってるんですね。今年の成果ではなく未来の成長にこだわる。どっちに経営者はこだわる？成長にこだわれば短期的な痛みっていうのは受け入れられるんです。